郡上のあゆと平和を守る清流のアイドル、あゆレディです。よろしくお願いします。失礼します。私は郡上の美しい清流に住むあゆから生まれたイメージキャラクターで、まだ右も左も上も下も分かりませんが、これから郡上のいいものをいっぱいよしよしして、郡上を世界一有名なふるさとにしようと頑張っています。それではまずは一曲お聴きください。カバー曲でエブリデイドリーム。
ありがとうございました。アイドルマスターシンデレラガールズよりエブリデイドリームのカバーでした。皆さん、本日は岐阜アイドルフェスティバル2018濃姫祭りにようこそお越しくださいました。ここからは私のオリジナルのご当地ソングでぜひ盛り上がっていってください。それではまずは私の出身地郡上市のスキー場を舞台に乙女の恋心を歌った恋のスノーリゾート郡上です。お聴きください。初めてあなたと会った
郡上には10カ所のスキー場がありまして、初心者向け、上級者向け、家族向けなど多彩なスキー場がありますので、皆さんね、これからのシーズンぜひ郡上にお越しください。ちょっと陸地で動いてたら喉が渇いちゃったので給水タイム失礼します。早いよ、今飲んでるんだよ。うん、美味しいです。こちら郡上の天然水、本当に美味しいです。謎の拍手が起きております。こちら郡上の天然水は実際に郡上の道の駅や温泉などで販売されているものになります。皆さんね、郡上にお越しの際はお手に取って飲んでみてください。なかなか郡上にね行く機会がないよって方、そんなあなたに朗報があります。あちらに見えます私の物販の方で、こちら郡上の天然水サイン入りを販売しておりますので、皆さん物販にぜひお越しください。それでは次の曲に参りたいと思います。次の曲は郡上の美しい自然や四季の情景を歌で表現しています。タイトルはおなら奥ながらです。こちら、ご存知の方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、サビのところで私がおならおならって歌う場所があるので、その後皆さんでおならっていう掛け声をしてほしいです。ぜひぜひ。どうしよう、練習してみますか。練習してみましょうか。全然恥ずかしがることないので、皆さん大きな声でおならって掛け声をしてみてください。まずは1回練習したいと思います。それではいきますよ。おならおならおなら。そうです、ありがとうございます。これで感覚つかめたでしょうか。それでは曲の方に参ります。皆さんね、ぜひとも大きな声でおならってコールをしてみてください。それでは聞いてください。おなら奥ながら。Oh,
大きな声でおならの掛け声ありがとうございました。そうこうしているうちに皆さんと過ごした楽しい時間もあっという間に過ぎてしまいました。次で最後の曲になります。ありがとう聞こえなかったごめんありがとうございます。最後の曲も盛り上がれる曲になっています。郡上にはご当地グルメ、さっき濃姫ディスカッションを見てくださった方は聞いたかもしれないんですけれども、おくみのカレーというご当地グルメがありまして、次の曲はそんなおくみのカレーの応援歌のような歌になっています。タイトルはおくみのカレーは味噌が味噌です。タイトルの通り郡上味噌が入った美味しいカレーになってます。こちらイントロのところでタラララララ、はい、タラララララ、はい、タラララ、タラララ、タラララララ、はいってやる部分がありまして、このはいの部分を皆さんにもコールしていただけたらなと思います、ね、私も一緒にはいって言うので、それに合わせてはいって皆さんもね、掛け声をしてみてください。それでは次の曲、最後の曲になります。聴いてください。おくみのカレーは味噌が味噌。皆さんコールありがとうございます。この先もたくさんあるのでね、ぜひ皆さんはいってしてください。世界の頂点いただくぞ、おいしいカレーを作るのだ。グッドのいいもの取り寄せて、作れば笑顔の花が咲く。魅惑の香り、奇跡のレシピ。
カレーは味噌が味噌愛込めて育んだ のアイテム手に入れて広がる世界は無限大みんなの願いを鍋に詰めて認めば明日の夢開く街中に立ち込め地獄の香りに抱かれば嬉しくてたまらない奥身のカレーは味噌が味噌はいはい行くよはい奥身のカレーだのアイアイア皆さんコールありがとうございますあとちょっとです最後まで吐いて捨ててください奥身のカレーは味噌が味噌大きい風捉えて飛び立てる全ての心に火を灯すなぎる力の糧となる全員の記憶翔さんの声されておりますのでなかなか食べる機会がないよという方あ
のね、あちらの物販、私に会いに来てくださればね、お組のカレーが販売されておりますので、よかったらね、お手に取っていってください。そう、最近物販で人気なんですよ、お組のカレー。パッケージが黒くてかっこいい仕様になっております。皆さんに食べてもらいたいので、皆さん物販にこの後遊びに来てください。これからもいろんなところで郡上のいいところをいっぱい伝えていきますので、これからも応援よろしくお願いします。ではちょっとここで告知をさせてください。明日、明後日、あ、その前にですね、今日この後栄の方に移動しまして、あの名古屋のね、栄の方に移動しまして、ライブハウス栄ベース、ライブハウス、そうですね、栄ベースというところでライブをさせていただきます。こちら他のアイドルさん、シャインフォーエバーさんの、定期ライブの後オープンマイクがありまして、そちらに参加させていただく形になります。皆さんこの後ね、予定がなかったらぜひお越しください。それから明日、明後日、24、25は岐阜のライブハウスキャスパーさんにて私ライブをさせていただきます。またその次の日、26日月曜日はですね、夜にこちらも栄なんですけれども、栄の方で、ループネオというライブハウスである他の事務所さんのね、定期交流会にライブ、私のステージをね、させにステージをしに行きます。たくさんあるので、よかったらこの後ね、私に他のライブにも来てくだされば嬉しいです。それでは長くなりましたが、ここら辺で締めたいと思います。以上、郡上のあゆと平和を守る清流のアイドル、あゆレディでした。ありがとう。